どうも、今日はね、泣き声ファミリーをしていきたいと思います。ということでね、今回はね、モンストでね、10連を引いていきます。今、鬼滅コラボやってるじゃないですか。そこでね、とりあえずね、10連だけ引いてみたいなという感じで、確定演出が今来てるんですよ。で、これで多分コラボキャラの3体のうち、どれかは出るんですよ。で、今から、この確定演出の10連ガチャを引いていきます。 3,2,1 さあ出るか。いや、なんだろう、富岡持ってるんで炭治郎とか欲しいですね。違う、とりあえずもう何でもいいから欲しいです。富岡来た。え、富岡来ましたね。1体目、2体目、あれ2体目も富岡来ましたね。続いて引いていきます。3体目、うお、いやー、3体目も富岡来ちゃいましたね。やばいよ、これは熱いよ。では4体目引いていきます。これでさすがにね、もう3体連続富岡出てるんで、4体目はねさすがに富岡出ないと思うんでね、行きます。うおお、やばいよ、これは4体連続富岡とはもうなんか天井が突き破れちゃいますね。こんなんしてた。ではね、それでは5体目引いていきます。 5! これで、5体目も出ちゃいました。さすがにね、ここまでいったらもう5、6、もうどうせなら10体出てほしいですね。こんなん出るならね。はい、もう一度引いていきます。どういうことだ、なんでこんなに出るんですか。やばいね。ちょっと、え、やば、めっちゃ出るじゃないですか。やばいっすね。なんて10連で10体も出てるなんて、やばいっすよ。しかもね、おまけちょっと見てみたいんで、おまけも引きますか。おまけも富岡、はい、おまけも富岡出ちゃいましたね。もう、はい、ということでね、今回はね、10連ガチャ、確定演出の10連ガチャ引いたら12体富岡が出たということで終わりにしたいと思います。すごいね、12体も富岡出るなって。ちょっと今、はい、この画面編集ってことがバレちゃうんでね、ちょっと右側の画面はまあ見ないで、はい、ということで今回はね、確定演出引いたら12体富岡が出ちゃったということで終わりにして、それではありがとうございます。雑な編集になっちゃったな。